チェルビアット絵本展の活動としては、絵本ホテルというものも、他の、これも共同で運営させていただいてるんですけど、他の会社さんとかと一緒に運営していて、世界の絵本にこう包まれた空間の、共同住宅の一室なんですけど、もうそこを借り上げて、民泊施設として使っていただいているというなるもので、コンセプトとしては、子供が主役ですよっていうので、机も椅子もトイレもこれ見ていただいたら、子供がこうガチャッと開けて入ってるんですけど、子供サイズ、中には子供用のトイレもあって、まあ、もちろん大人用のトイレもあるんですけど、子供の目線で遊んでいただけるっていう、施設で、子供が楽しいっていうのと、世界の文化を絵本を通じて、ここも同じコンセプトで知っていただきたいですし、海外のお客様が来られたら、逆に日本の絵本もたくさん置いてるので、日本の文化をこう海外にも伝わってほしいなっていうような目線で、作られている宿泊施設です。というところで、絵本っていうのは、例えばヨーロッパだと難民だったりとか、そういう先ほどの暮らしとか命とかとつながってくるんですけども、息苦しいような生き方をしている人もたくさんいたりするものなんですけども、なかなか日本にいるとそういうヨーロッパだと当たり前のことが感じられにくいとかっていうのもあったりすると思うんですけど、そういったものをこう日本の方にも知ってほしいなとか、ただそれも説教臭くではなくて、物語の中から難民の女の子がこう強くアフリカからヨーロッパにやってきてこう生きていくっていう姿を見て、自分もこう強く生きていきたいなでもいいですし、やっぱりこう人種差別ってどうして起こってしまうんだろうでもいいですし、貧富の差について考える機会になってくれてもいいなということで、感じ方はもうそれぞれの方が感じてくださったらいいんですけど、あくまで物語としてそういうことがあるんですよっていうのが伝われば嬉しいなとかっていうところで、ジェンダーだったりとか環境問題だったりとか政治だったりとか、まあ、そういう、ものを焦点当てた絵本もあれば、ただもちろん遊んで楽しい仕掛け絵本だったりとか、こう親子とのコミュニケーションを取る時間っていうので、何も考えずに楽しく読める文字がなくて絵だけの絵本とかもあったりとか、お風呂の中で濡れたら色が変わってお風呂でも絵本で遊べる絵本があったりとか、そういうふうなものを貸していただいたりしています。このホテルは場所はどちらにあるんですか？これはすごい周り住宅街で、赤肌山っていう地域を知ってる方って少ないと思うんですけど、そういった赤肌山っていうところにあって、学園前という駅からバスで1本で、行った赤肌山っていう終点のバス停で降りていただいたら、もう本当目の前にあるという感じなんですけど、赤肌山っていうのは実は赤肌焼っていう、奈良、まあ、これも日本でも焼き物好きとか器好きの方はご存知の方多いと思うんですけど、そういう伝統産業がありまして、有田焼とか、そういうのと同じようなものですね。赤肌焼っていう工房が近くにあって、で、実はそことも提携していて、赤肌焼の陶芸の体験教室とかもしていただけますし、そういったことで、特にそれは海外の方とか県外の方とかが、赤肌焼っていうものを知って、こう奈良のことを知ってもらえたら嬉しいなっていうところで、そういったロケーションにもなっています。ホテルという名前ですが、やはり宿泊しないと利用できないんですか？日帰り利用もさせていただいてて、まあ、午前午後のどちらかだけなんですけども、午前3時間でいくらとか、午後3時間でいくらとか、そういった形で日帰りの利用もしていただいたりしています。いいですね、このコロナ禍でね、お子さんと一緒に出かけて、あるいは子どもの体験値を上げる機会って、本当に少なくなってきてますものね。そうなんです。なので、ここは非対面で入室いただけるっていうので、入り口に自動のキーボックスがついてるんですけど、ご宿泊のご予約いただいたお客様には、パスワードが自動で行くようになってて、で、そのパスワードをタッチパネルで入力していただいたら、パカッと開いて鍵を取り出せるので、万一運営者側、もしくはお客様側に、コロナに罹患されている方がもしいたとしても、クラスターは発生しないというか、鍵の受け渡しとかでどちらか双方向に感染を広げるということはなくて、その場でいていただいた泊まったご家族以上には広がらないという感じにさせていただいています。1日1組ですので、他の方に移るということもないのかなと。で、都度清掃も入らせていただくのでという感じでしています。いろんな工夫がね、なされているんですね。これ何冊ぐらい今絵本が置いてあるんですか？
200冊ぐらいなんですけど、数としては少ないかもしれないんですけど、極力面出しにして、すぐ見て手に取れるっていうので、いっぱいいっぱい使わせていただいてああ、いいですよて。ね。いいですはい。子ね。供がね、手に取りやすいですよね、この方が。なるほそうど。なんです。ね、こちらの大方人にのもぜ方ひも。ね、邪魔して、生中継させていただきたいですよそうですね。ね。いつかここからね、配信もしたいですね。はい、ありがとうございます。実は後ろ、ここ、絵本ホテルの一部なんですけど、裏側、こう、バーっと絵本並ばせていただいてて、っていう感じで、至るところに壁に本棚があって、あと大人の方も楽しんでいただけるように、こういった形で、寝室の棚には、普通の小説だったり、児童書だったりとかも置いていて、小学生だったりとかだと児童書も楽しめるし、大人の方だと普通の小説も楽しめますよと、これも世界各国の翻訳書とかを置かせていただいて、世界の物語を届けるというコンセプトでさせていただいてます。もう本好きにとっては、よくね、本屋に住みたいっていう人が多いね、いてますけども、まさにそれが実現できる場所ってことですよね。そうです、ありがとうございます。いいですごく本と一緒に親子の時間を楽しんでもらえたらというとあ、こころれはで。子供用です。今の子供用のそうトなんです。イレ子ですね。すごい可供愛用らしいの、トイレが。そうなんです、そうなんです。こうあって、で、一応、絵本だけじゃなくて、こうやって、吉野の杉とヒノキでできてる、プレイウォールって呼んでるんですけど、遊べる壁があって、こうやって、うああ、ちすのごい。娘なんですけど、こうパズルみたいに抜いたり刺したりして遊んだり。へえ、これはすごいですね。いいでもすよね。し。壁に対してできるって、ちょっといたずら心というか、いたずら感の感じですごく面白いですよそうなんですよ。これすごい遊んでいただくお子様多くて、で、これ実はこの押し入れも下スペース空いてて、この下に潜り込むとちょっと秘密の場所っていう空間になるんで、ここに電気もついてて、で、こう遊んで本読んだり、ここいや、にもう子供大好きそうですそうね。で秘す密基地、ね。あ、覗いてる。あ、そうですそうなんでね。す。これ覗き穴になってて、奥に、これ拡大レンズになってて、奥の絵本が大きく見えるとか、すごいいいろんなう工夫が。そうなんです。白いマグネットボードも用意したりして、お絵描きしていただいたりとか、いやっていうー、感じね、もうで。りょうさんお話は尽きませんが、またこれ改めてね、ホそうテですルね。のご紹介もね、改めてしていただいたり、私たちも伺ったりってね、したいところですよね。あ、ありこがれとうごがざい先まほどのす。赤肌焼きですかね。そうです、そうです。ですね。はい。そうなんです。あいいりでがすとうございね。ます。